皆さんこんにちは。一般社団法人不登校ひきこもり予防協会代表の杉浦です。今日の私の動画を見るメリットは、子育て中の皆さんに9割ひきこもりを予防できるという方法をお伝えできます。一緒にですね、過去の相談事例を考えてみてください。そうすればですね、予防できる方法っていうのをですね、一層理解できると思います。いきます。高校1年のT 君の話なんですけど、親が東海を探して相談に来ました。6月末から高校1年で学校を休み、昼夜逆転生活、ゲームばかりしている。外出は週に1回買い物に行くくらい。食事は1日に1食。お風呂は週1回。学校に行かなくなった原因をはっきり言われ。友達とトラブルとなる。で、これですね、皆さんどう思います？これ。こういう子がですね、結構私どもの方に相談に来るんです。まあ、親としてはもうどうにもなんないよね、こういうのは。だって何もはっきりその学校行く、行かないっていうのも言わないし、しかも親御さんだって忙しいだろうから、朝起こして起きなかったら仕事出るしかないじゃないですか。夫と昼夜逆転してゲームばかりしてるってことなんですけど。で、結果、私どもの方は、東海の引きこもり支援のスタッフが訪問して、人間関係を築いて教室に連れてくることができたんですよ。で、今の学校を、その時ですよ、辞めたいということで、ポツリポツリと本人は言って、で、東海の通信制高校サポート校に転学したんです。で、もうこの背景写真のところにその子写ってるんですけど、まあ実はこの背景写真のこの半数以上がですね、そんな風にですね、不登校からもう引きこもり傾向になったような子がですね、まあこうやって元気になって、東海のフリースクールサポート校に通学はしてるんですけど、皆さん、ここに注目してほしいんです。昼夜逆転、ゲームばかりしているということなんですけど、これ別にね、その時始まったわけじゃないじゃん。もっと前から、中学生の頃から、もっと言っちゃうと小学校の頃から、もしかしたら、ゲームをやってな、寝ないでゲームをやってたかもしれないし、土曜日、日曜日は、まあ、昼夜逆転というか、同行した、まあ、ゲームをやってたのかもしれませんよね。で、ここからですよ、皆さん。こうした相談というのが、東海年間450件あるんですけど、これ典型的な例なんです。で、もっと言っちゃいますと、こうした450件中、9割が2点で集約される。昼夜逆転とスマホ、ゲーム付けです。つまり、この2点を気をつければですよ。昼夜逆転とゲーム、スマホ付けを気をつければですね、9割ですよ。引きこもりを予防できるんです。どうですか皆さん。こんなんでですね、引きこもり予防できるんですよ。すごくシンプルでしょ。で、実は先日ですね、こうしたような内容をですね、花丸学習会の高浜先生とですね、一緒にコラボさせていただきまして、まあ、1時間半かな、高浜先生とトークセッションをさせていただきました。で、実は聞いてらっしゃった保護者さんから熱心な、感想をいただきましたので、ちょっとここでご紹介させていただきます。杉浦先生のリアルなご経験に基づくお話や、育児・教育現場でのご経験・ご意見が豊富な高浜先生の話で、抑えるべきポイントが分かりやすかったです。我が家の上の子は小学校4年生の男子、生活リズムについても親子で改善を図る必要性を感じました。いつも魂のこもった親子支援をありがとうございます。次の方です。先生方がおっしゃっている幼児期のしつけの大切さと、しつけとはこういうことを指すと理解しましたが、多くの保護者はしつけを違う意味で捉えていると感じています。その次の方です。先生方のおっしゃっていた引きこもり予防は予想外にとてもシンプルで驚きましたが、経験やデータに基づいたお話には非常に説得力がありました。引きこもりに対して漠然と恐れがありましたが、それなら必要以上に心配しすぎずにできるように思いました。引き続き規則正しい生活を心がけたいと思います。どうもありがとうございました。次の方です。引きこもりと不登校の定義が知れてよかった。親が優しすぎるのも良くないこと。規則正しい生活が必須であること。子供のためなら規則正しい生活は続けようと思いました。以上でございます。私の YouTube チャンネルでは、不登校、高校中退、引きこもりなどでお悩みの方に向けた動画を今後もアップしていき、若者が100万人以上9060引きこもり問題を予防し、SDGs4、質の高い教育をみんなにを目指し、情報発信していきます。ご賛同いただければ、いいね、チャンネル登録、興味のある方への拡散をお願いいたします。